マシナリウムは、チェコのインディーゲームスタジオアマニタデザインによって、開発された、ポイントクリック型アドベンチャーゲーム。日本語版は、プリーズムがローカライズを行っている。マシナリウムの目的は、パズルや、クイズなどを解くことにある。パズルは、従来の、いわゆる、ポイントクリック系アドベンチャーストーリーに見られる、オーバーワールドによってリンクされ、プレイヤーは、 手の届く範囲オブジェクトのみをクリックできる。マシナリウムにはセリフが一切存在しない。その代わりにアニメの吹き出しが使われており、独特の世界観が形成されている。イースターエッグとして収録されている。バッグストーリーでは一部の場面での実吹き出しが使用されている。二つのヒントシステムがあり、レベルが上がるごとに一回ヒントを見られるが、だんだんと、 曖昧な内容になっていくものとミニゲームをクリアすることでいつでも閲覧できる手引き書きがついている。セリフと同様攻略の手引きには文字も言葉もなくその時のパズルとその解決法がスケッチを通じて説明されている。高い塔の頂上から街を見下ろすところから物語は始まる。ジョセフと呼ばれるロボットはスクラップとして捨てられるが自分を直して動き出す。 街に行くと塔を爆破しようとする三人の犯罪者、ブラックキャプチャーブラザーフッドを目撃するが、ジョセフは発見され捕まってしまう。監禁場所から逃れて、市民を助け始めるといたずらを働いている、ブラザーフッドを発見、彼らの部屋を水浸しにさせ料理をさせられている自分の、ガールフレンドのベルタを探す。彼女はまだ助け出せないため塔を登っていく。 塔に仕掛けられた爆弾を解除、最上階に到達するとそこで、今までの経緯が判明。町の塔の巨大ロボットが部屋の中央に鎮座、無能力化していた。ジョセフは、ブラックキャプチャーブラザーフッドを倒し、彼らはその場でベルタを誘拐するまで3人で幸せに、暮らしていたことを思い出す。ブラザーフッドの計画を阻止、ベルタを助け出した。 二人は友人たちに別れを告げ、夕日に向かって旅立つ。マシナリウムは7人のチェコ人の開発者によって3年をかけて開発された。資金は自らの貯金を使ったという。マーケティング予算はたった1000ドルだった。XBOX364 ゲームとして半年間開発した。XBOX LIVE アーケードで配信される予定だったがマイクロソフトは、 最終的に配信しないことにした。開発者たちはゲームを発表するために第三者へアプローチすることに消極的だった。XBOX Live アーケードの売り上げから開発者への利益が大きく減ることを意味している。アマニタデザインはソニーへアプローチ、プレイステーションネットワークで配信するためゲームを提出した。続編に関しては可能性はあるが、 そこまで先のことはあまり考えないとヤクブ・ダボースキーが述べている。ゲームレビューサイトのゲームランキングスとメットクリティックでは84.78%と85%という平均スコアを得た。PS4 版はファミ通クロスレビューでは8、8、8、8の32点でゴールド電動入り。 レビュアーは体が伸び縮みするなどのロボットの愛嬌の、あるアクション、謎解き、アイテムのひねった使い道、ヒントの見せ方、グラフィック、アニメーション、BGM を称賛した。また、ベストピカファイスウィーク、今週はこれを変え。では、同じ号でレビューした10作品のうち、レビュアー6人中4人が本作を選んだ。第12回目のインディペンデントゲームズフェスティバルにて、 エクセレンスイン、ビジュアルアート賞を受賞し、PC ゲーマーの2009年度のベストサウンドトラック賞も受賞した。アカデミー・オブ・インタラクティブ・アーツ・ンド・サイエンシズより、アウト・スタンディング・アチーブメントイン、アート・ダイレクション賞にノミネートされ、パリゲーム・フェスティバルでは、ベスト・インディーズ・ゲームのカテゴリーで、ミルサン賞にもノミネートされた。ゲーミングサイトのコタクには、トーチライトと共に、 PC ゲームオブザイヤー2009賞にもノミネートされ、2位に。受賞したのは、エンパイアー、トータルオーだった。ガンマスートラ、ゲーマービュー、そして、トルコのトムズハードウェアも、マシナリウムを、ベストインディーゲームオブ2009とした。S ゲームズも、マシナリウムを、ベストトラディショナルアドベンチャー、ゲームオブ2009とした。2011年。 アドベンチャーゲーマーズアドベンチャーゲームトップ100で本作を17位に選んだ。2010年8月5日、アドベンチャーゲーマーズ調べによれば本作を購入したプレイヤーは全体の5から15%だったと発表した。売上増のため価格が20ドルから5ドルに値下げされ、8月12日までだったキャンペーンは8月16日まで延長。 この御社期間中に2万本売り上げた。トマーシュ・ドボルザークが作詞、作曲、ミックス、プロデュースした。2009年10月21日にデジタルフォーマットでリリースされた。アルバムには14曲が含まれている。マシナリウムが2009年度の PC ゲーマーベストサウンドトラック賞を受賞した。クブ・ドボルスキー・トマーシュ・ドボルザーク・マシナリウムは いくつかのパッケージ、デジタルフォーマットで発売されたジョセフは、プラットフォームゲームのスーパーミートボーイでは、プレイヤーキャラクターとして登場。色ロミロでは、カメオ出演、アマニタデザイン第2作のボタニキュラにもカメオ出演した。ジョセフは、ファビアン・ゴンザレスが制作した、ビデオゲームキャラクターアルファベートにも登場。ジョセフは、ランナー2と、キャラクター DLC としてコラボレーションした。 本作とそのサウンドトラックは、エスタブリッシュメントマガジンイシュー1で発表された、アンドリュー・ギャランの詩、ザ・マチンゲオンに影響を与えた。ありがとうございます。